はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は2月16日、金曜日でございます。フライデーね。あれですよね。皆さん、週末ね、飲み会とか、ね、寒いですからね、まだね。でも昼は、結構暖かかったですよね。ということで、まあね、春のような陽気でね、すごかったですね。で、今日もですね、マダムのとこに、行きましてですね。これ食べました。今日はね、これ、何でしたっけ？ビビンバね。そうそう。ここ牛肉ね。牛肉です。美味しかったですよ。ほんとね、ぐるぐるっと混ぜてね。ここで食べて、これスープがね、すごく美味しかったんですけど。で、マダムがね、おかわりしてもいいよって言ったんですけど、まあ、おかわりまではいいかな、みたいなね。って感じだったんですけど、まあ、ちょっと温まってね。で、ビビンバ美味しかったですね。ちょっとご飯が多かったんで、残しましたけどね。まあ、とにかくね、毎日ね、日替わりでいろいろ考えてね、マダムは出してくるんですよ。ほんと、ありがたいですよね。どうもね、値上げちょっとしましたね。さすがに1000円じゃできない。1200円になってますね。で、コーヒーがプラス200円ということでね、今日もコーヒー飲みました。1400円ね、払いましたね。ということでございます。これ今日のね、空なんですよ。マダムのとこから帰るのね、もう、こっち側からこう日がわーっと照っててね、結構暑かったですよね。いやー、なんか不思議な2月でございますよね。で、なんか視聴者さんから、アパレルのね、なんか、この2月多分暖かいんで、服はどうなんかなっていうようなことで、まあ、ご質問いただいておりましたけど、基本的にはですね、2月には梅春物っていうのが入るんですよ。春物の走りですね。まあ、長袖のちょっとした小袖の羽織とかね、そういうのが入るんですけど、まあね、大したことないです。2月はね、もうとにかく消費がね、ガーッと減退しますね。食料品は別だと思うんですけどね。なので、まあ、特にカジュアル医療とかね、まあ、そういうところはもう2月は大体ね、赤字になりますね。レディースの医療もそうですよね。とにかくこの1、2、3とね、まあ、大体2月に決算、小売りはね、占めるところが多いんですけど、それはですね、日八といってですね、2月、8月は暇なんですよ。で、まあ、8月はまだお盆があるんでね、お盆商戦があるんで、まだ下なんですけど、もう2月はなんもないんでね、バレンタインぐらいなんで。バレンタインはほとんど商売、関係ないですから。ということでね、ダメですね。だから3月がね、結構早く暖かくなると、梅春物が結構売れるんですよね。まあ、非常に、1月、2月、3月の、まあ、商売っていうのは、まあ、気温も関係してきますけど、まあ、難しいですね。2月の赤字が大きいんでね。ということで、なかなか第4クォーターが、黒字になるというのは厳しいですよね。紳士服だけですね。服の業界で言うとね。まあ、もうどっかで話したと思うんですけど、紳士服のですね、一番スーツが売れるのはですね、2月なんですよ。これはもうね、実需ですね。フレッシャーズがありますからね。まあ、それは男女ともにですね、そういうものが売れるんですよね。だからまあ、今、ユナイテッドアローズとか店頭見たらわかると思うんですけど、きっとね、スーツとか、女性用もね、あると思いますね。ということでございます。それで、今日ね、声優の前のね、お花ね、これ、何でしたっけ、魚竜梅。ね、魚の、竜の梅、ね、魚竜梅っていうらしいんですよ。お兄さんに聞いたんですよ。綺麗でしょ、これ。ね、綺麗なピンク色で。それで、そのお兄さんがですね、まあ私仲良くなってるんですよね、もう、ここのね、ここの花を取る変なおじさんということでね。YouTuber って言ってますからね。YouTube で宣伝してるからってね。宣伝しててもどっかわかんないですけどね。とにかく声優でですね、なんか入り口に、花屋さんがあるっていうのは、まあ何軒かおそらくあるとは思うんですけど、まああんまりないですよね。で、ここはもう非常にね、品揃えがいいですね。で、このですね、なんか、魚竜梅ですかっていうのは、なんかマヌカハニーのね、あるでしょ喉にいいとか言われるやつね。あれね、これの蜂がね、ここの花の蜜をね、チューチューと吸ってですね。で、作るのがマヌカハニーらしいんですよ。知らなかったですよね。こういうの、だから、オーストラリア原産なんでしょうね、結構ね、ニュージーランドとかもありますよね。そっちの方なんですよね、これね。ということで、まあ、綺麗なお花を今日はパシャリとね、魚竜梅ね、初めて知りました。マヌカハニーはこれでできてるんです。ね、蜜でね。蜜が甘いですよね、きっとね。蜜の味ってね。テイストオブハニー、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 みたいなね。じゃらんじゃじゃんってね。知ってますこの歌。今日ラブちゃんね。これでございます。ラブちゃんね、寝てたんですよね。それでまあ、撮るのを忘れてたもんですから。じゃあ近寄って行ってね。
いやもう、全然やる気ないですよね。半分寝てんじゃないですかね。目開けて。それでね。ちょっと目動いてますね。起きちゃいるんですかね。汗もすごくひどく眠そうですね。今私の後ろでね、いびきかいてます。この子ちょっといびきかくんですよ。太りすぎ、ラブちゃんね。太ってるからね。あんたいびきかくんよ。わかるかな？ラブちゃん。うん、かわいいね。かわいいです。ほんとラブちゃん好きです、私。めっちゃ可愛がってます。ね。抱っこされないけどね。でもなんか頭をこうグリグリね、こうすりつけてくるんですよね。うん、なんかね。かわいいでしょ。かわいいでしょ。起こしてごめんね。ということで、癒されましたでしょうかね。はい。で、今日の日経平均株価でございますけど、すごいことになっておりますね。38,487円と。日経新聞がね、キャーキャー言ってます、キャーキャー。女子高生みたいになってます。日経平均最高値に肉薄。急騰の裏に買い遅れの恐怖とか言って。川上優香さんね。あんまりね、キャーキャー言っちゃいけないよ。ね。キャーキャー、キャーキャーね。そんなもんね、東京エレクトロンとかね、アドバンテストとかそういうのもめっちゃ上がってますからね。ということなんですよね。上げ幅がね、なんか一時700円超えたんですね。知らなかったですけど、まあ、ですよね。このバブルの最高値ですね。1989年の12月末ですね。これで 38,915円87銭ということらしいんですけど、ね。39,000円抜けなかったわけですよ、結局ね。あと50円ほどまで肉薄した後、別にね。そんな、これをそんな意識しなくていいとして、今買ってる外国勢ね、なんか6週連続買い越しらしいんですけど、別にその、バブルのこの価格は意識してないと私は思うんですよね。30年ぐらいのチャートですよ。引っ張って、なんか意味あります。なぜ、あれですよ。日本はね、GDP でドイツに抜かれて4位とかいう話ですから。よくわかんないですよね。ということでですね、足元の日本株の上昇は、米国株を上回る勢いで買い遅れた投資家の恐怖が株高に弾みをつけていると。そうね。あれなんですよ。いわゆる機関投資家っていうのはですね、まあ、成績をなんで測れるかというとですね、要するにその、指数に勝ったかどうかが重要なんですよね。例えばね、1% でもね、2ポイントでもね、指数に勝てればいいんですよ。でもこれどんどん上げていくでしょ。そうするとですね、指数に負けることになるんですよ。だからもう買わざるを得ないって。空振りなんかとんでもないみたいな。そういう風になるんですよね。ということで、もう今そうでしょ、東京エレクトロンとかアルバテス出るでしょ。これは上場来高値を更新して、し続けてて。でももうこういうのってあれですよ。なんか日経平均を一時250円余り押し上げるようなね。それはね、ちょっとね、私ども、しがない個人投資家はですね、別にいいんじゃないですかね。いいと思います。いや、これ AI のね、AI の関連の流れでね、こういう風になってるんですよね。なんか熱狂的な雰囲気だとか言ってますね。あんたが熱狂してるだけやろみたいな、フィリップ証券ね。よくわからない証券会社。そういうことですよね。そうそう。こんな感じなんですよ。東京エレクトロも来んなんで。アドバンテスト来んなんで。これが日経平均。だからもう、こいつが、この二つが、すごい引っ張ってるんですよね。というような、2023年末を100として指数かと。まあ、その直近の話してもしょうがないですよね。というふうに思いますけどね。それで、そうそう、6週連続でですね、海外投資家ですね。買い越してて、買い越し額は、まあ、でも6000億円ぐらいですよね。そこまでは本格的ってわけではないですよね。というふうに思いますけど、まあ、上がらないより上がった方がいいですよね。そうなってくると、それぞれね、チーフストラテジストとかいてですよ。大和証券の安倍さんは、今年の末は日経平均株価が4万3000円になると。で、前回の3万9600円から引き上げたと、まあ、こういうことになるんですよ。で、日本株全体で予想 EPS ね、一株当たり利益がまあ上振れてる。これはまあそうですよ。その通りですよ。ですから、多分あれなんですよね。バブルの時って、もうちょっとこう、なんて言うんですかね。利益に対するその PR がですね、ちょっと説明のつかない状態だったと思うんですよね。まあ、その15倍とかね、20倍未満ぐらいだといいんですけど、30倍とかになってくると、ちょっとおかしいよねってことになるわけですよね。ということで、ネガソの AI 関連株に集中した買いが指数を引き上げてるためだって言ってますね。で、野村証券も4万円にしてますね。4万円。みんな4万円って言い出しましたよね。で、そういう、だから4万円を抜けるとですね、今度は、5万円って言い始めるんですよね。
ということで、なんかこうしょうもないこと言ってるんですよ。15日の米株式市場でダウ工業30種は続伸し、はい、前日比348ドル高の38773ドルだと。だから日経平均が終わりで38773円を上回れば、名目上の数値はおよそ8年ぶりの逆転算ばっかみたい。関係ないでしょ、それ。ドルと円でね。よくわかんないこと言いますよね。そんなね、見かけ上の話ですよね。ということで、まあ、キャキャ言ってんですよ、キャキャ。ね、女子高生になってんですよ。ということですね。で、トピックスですね。こっちが重要です。プラス32ポイントね、今日は上げてますね。ですから全体的にですね、上げる銘柄が多かったですよね。それからもっと重要なのは、このグロースが上げてることですね。3.8% 上げて、753ポイントで今日プラス27ポイント。これはすごいです。しかもいいことだと思います。グロースって基本的には成長株ですよね。で、成長株が評価されていくっていうのは、いいことだと思うんですよ。それで、なんかね、ちょっと視聴者の中で、まあ、ちょっと古い視聴者さんですけど、ロココね、これあれでしょ、IT 系のね、システムの、この何ですか、アウトソーシング、そういうのをやる会社なんですけど、これがね、そうですね、上場して話なんだけど、わーっとこう下げてしまうね、今ね。で、私これ買うかちょっと買わないっす。なんでかっていうとですね、ここね、あれなんですよ。だってこの一桁のプラス予想でしょ。こんなんはね、成長株で言えないです。グロースにあるまじき、スタンダードですね。スタンダードにだから上場してるんですね。で、配当20円してるんですけどね。これはですね、もうはっきり言ってですね、660円近辺まで来ないと買えないですね。わずか 6% 増。ね。ここね。ここただこれ盛り下がっていってるんですよ、結局ね。上場までがもうすごい頑張っちゃって。盛り下がっていってるでしょ。まあ、こういうこともあるんですよね。だから、これはスタンダードなんで、まあ、かけないですけどね。まあ、でも、グロスがね、やっぱ全般的に上がっていくっていうのは、マーケットがやっぱりこう、心理がすごく改善している証拠じゃないかなって私は思うんですね。まあ、要するに、将来に夢を持ってくるんですね。だいたい2桁伸びてないといけないんですよ、最低、グロスは。2桁。ね。15% でもいいですから、13% でもいいですからね。とにかく、売上も2桁、利益も2桁、全部2桁。で、これがグロスですから。というふうに思うんですね。そうすると、通常よりもね、高いね。PR が許容されると。あるいは高い PBR ね、が許容されるということになるんじゃないかなというふうに思いますね。で、ドル円なんですけど、相変わらず150円ですね。すごい。これも定着するかな、ひょっとしたら。それからですね、CFD、今すごい上げてますね。201円上げてます。うわぁ。それで、CME も上げてますね、先物。あ、すごいな、これ。こっちはトピックスが上げてほしいんですけどね。こればっか上げてもね、と思いますけど、まあ、上げないより上げた方がいいんじゃないですかね。ということで、10年債の利回り 0.725 ですね。まあ、あまり変わってないですね。日経平均はね、やっぱ上げられますよね。10% も上がってます。え、高いから怖い。日本株は高いから怖いになるんですよ。面白いでしょ。なんか、キャキャ言ってますよね。女子高生ですか、本当に。なんかね、あ、バブル行くかも怖いみたいなね。バブルを知らないだろう、君たちは、みたいな。女子高生は知らないですよね。面白いこと言ってますよね。というようなことでございますね。で、ダウですね。これ昨日、先ほど見ましたように、348ドル上げて、38773ドルですね。調子いいです。からナスダックも47ポイント上げて、1万6000ポイント間近ですね。ナスダック100は1万8000ポイントを伺う勢いでございます。サンドピーがいいんですよね。5029ポイント。からね、いいですよ、これ。ね。それから今、先物はちょっとよくわからない状況ですね。CFD は下げてますもんね。で、まあ、先物はちょっと上げてるって感じですよね。それから、ユロドル 1.076 ですか。ドルインデックス 104.38 ということで、ドルは高いですね。原油、まあ、ちょっと上がってますね。77ドルですからね。80ドルがきついっすよね。それは困りますよね。ね。何しろ、円安になってますしね。で、原因は輸入しないといけないしですね。これ、あんま上がってもらっちゃ困るんですよ。日本はね。で、ビッグ表示数ね、13.95 ね。そう、これが本当ですよ。下がるっていうのはね。日本はね、違うんですよ。女子高生ですから。怖いみたいな。ね。ほんと大変ですよね。はい。それで、今日ですね、私はですね、恒例のですね、恒例っていうか、だいぶやってないんですけど、決算がずっと続いたもんですからね。まあ、それに気を取られてやってないんですけど、久々に保有銘柄点検をやりたいなと思います。この間ですね、選定もやりましたし、それからですね、本日ですね、
2つ利確ですね、をしておりますので、まあ、それをですね、まあ、お伝えをしたいというふうに思いますね。で、本日現在ですね、含み益が 97.9% でございます。あ、8% ね。97.8% でございます。で、現金比率がですね、42.4% ですね。ただし、これ、現状のNISA口座ですね。これはですね、キャッシュを銀行からね、証券口座に移しまして、それでもって240万埋めてるんですよ。ですので、その分はですね、キャッシュが入ってきてますんで、まあね、そういうことでですね、まあ、あと実現益も、まあ、出ておりますので、まあ、まあ、キャッシュのポジションとしては 42.4%、まあ、今持ってるというような状態で、ですね、暴落がいつ来ても大丈夫です。まだね。これね、暴落の備えをやりながら、なおかつですね、マーケット下で出ていかないっていうのが大事なんですよね。これみんなね、パチパチパチって全部積み取ってしまうとですね、もうダメなんですよ。だから、ちょこっとずつね、味見していくと。ね。年間ですね、平均年収を上回る形のですよ、実現益が出れば、それでいいじゃないですか。ね。そしたらもうマーケットは金のなる木ですよ。ね。まあ、あと配当もありますしね。それで、実現益がですね、まあ、そういうことで、今日、まあ、利確したものも含めましてですね、9.1% に、まあ、増加しております。ね。よかったと思います。それでですね、まあ、ちょっと早速見ていきたいなと思うんですけど、まあね、まあ、お宝物太郎ね。まあ、こいつがね、一番儲かってるっていうか、まあ、ボカが24円なんでね。ね。恐ろしいでしょ。これがもうその3000円とかいくことがあるわけなんですよね。どうかしたら2500円とかね。で、これはもう海外勢がね、結構買ってると思いますね。で、ここ ROE がめちゃめちゃいいですもん。ね。利益に対して。なので、まあ、結局ですね、この物太郎が上がるときって、多分、まあ、海外のね、投資家が、まあ、投資をしてると。だから、まあ、そうですね、この自己資本って見るよりも、この一株純資産で見たら分かりやすいんですけど、173円なんですよね。それでもって、その、何ですかね、マイキーですよ。どうですかね、50円ぐらいの、40円とか50円の、まあ、利益を上げると、すごい ROE いいでしょ？ね。要するに、株主資本に対するですよ、リターンですね。でそういうところをですね、海外勢は評価するんですよね。だからまあ、これはですね、こういう相場の時はですね、まあ、海外の資金がどんどん入ってきているという時はですね、まあ、こう上がりやすくなるんだろうなというふうに思いますね。で今 BTS も1545円いってますけどね、別に何らニュースは出てないんですよ。ね。だからまあ、買い自体が変わってきたってことですよね。まあ、そうですね。海外のお金じゃないとなかなかこれは持ち上がらないですよね。結構いるんじゃないですかね。うわぁ、もう海外だらけですね。ずらっと。ずらっと。この辺みんな海外ですから。カストリーも大体海外ですね。で、グレンジャーね。これはもう、あれですね。そもそもの、親会社というか、ね。ですよね。まあ、親会社に、まあ、EC のやり方を教えてるんですけどね。というようなことで、モノタロウですね。順調に回復してきております。ですんで、まあ、これちょっとね、もう一回ね、こう、キュッと今上がろうとしてるでしょ。キュッて。キューって。こうね。やってきてほしいですね。ずーっとこう、こういう、こう、だいたいトレンドラインがこう引きますよね、こうやって。なんかね。なので、ちょうどもうこの1146円ぐらいがそこだったんでしょうね。それでもって、まあ、ちょっとこう、一回上がって、で、もう一回下がって、もう一回上がってきてるっていう感じですよね。で、やっぱりですね、この辺が目処ですかね。2964円ね。この辺ね。この辺のところに、まあ、来ないですかね。たら分割すると思うので、まあ嬉しいんですけどね。分割前回いくらのところでしたんですかね。いつだった、これか。ね、あー高いな。分割はあれですね、5000円、6000円近いところで分割してますね。なるほどね。というようなことで、まあ私としてはですね、とりあえずまあこの、そうですね、まあこのままいくと、あのモノタロウの再評価も機運が生まれると思うんですよね。まあ、だからまあそうなってくると、こう、説明のつかない株価にね、上がってくると、その可能性をひたすら信じてね。何しろ売るに売れないですよ。税金の塊ですから。言ってみたら。ね。そうなんでね。というようなことでございます。それで、よかったです。上がってね。で、たすきさんね。たすきさんはですね、実は、そうですね。これ、ニュースでですね、第一四半期の決算発表後の質疑応答が出てるんですよね。
で、アナリスト、投資家の皆様からいただいた主な質問と、それに対する投資の回答ね。まあ、経営統合の費用の話はどうでもいいです。それから、中継の話もどうでもいいです。あのね、9月期末配当金額が未定になってるんですけど、これは無配とか減配を検討してるのでしょうかって言ってますけど、まあ、要するに、タスキホールディングスっていうね、新日本建物との合体の会社が生まれてないんで、まだ意思決定できないんですよね。だからまあ、株主還元方針は新会社でも変わらず、連結配当成功 35% 以上だと。まあ、これは一致してるということなんですね。ってことですので、まあ、そんな心配しなくていいんじゃないですかね。ごめんなさいね。年間配当52円ね。非常に良かったです。この太陽クラウドサービスの株式譲渡契約、これ中止ね。これはね、要は条件が合わなかったんですね。そこまでして買うことないな、みたいな。ね。それから、棚卸資産件数残高ともに過去最高とのことだったけど、まあ、売れ残り等のリスクはないのでしょうかって言ってますね。うん。まあ、それは私もね、大丈夫かなと思います。でもですね、立地や地形にこだわって物件の仕入れを行っているので、事業計画に沿って開発、販売を進めておりますって言ってますから、まあ、私はですね、大丈夫ではないかなというふうに、まあ、思うんですけどね。うん。まあ、東京、首都圏なんでね。首都圏は大丈夫かなと。ここは戸建て住宅は、もうちょっと不動産危険ですけど、特に地方とかね。あれも大丈夫だと思います。それから、まあ外国人もね、結構買ってきますからね、首都圏だとね。大丈夫じゃないかなと。あと大阪の西成ね。ね。大阪のおばちゃんが嫌がるやつですよね。ほんま最近な、もう、当地の周りもな、中国の人が増えてな。もう、中国やから言うてな、別にうちはな、差別するような気はないけどな。もう、とにかく何言うの、腹式呼吸言うの、もうあれでな、もうやかましいね、もうな。あれはな、騒音公害やで。もう中国人はな。特にもう集まったら大変やん、もう。だからもううちはもう中国人いたらな、ご飯食べててもな、もう途中で出てくるわ、もううるさいから。でね。勘弁してほしいわ。もう、せやけど、もううちもここ動きとうないねん。引っ越すわけにもいかんしな、とか言って。なんかね、大阪のおばちゃんがね、えらい迷惑してるんですよ。西成のね。西成の中国人がなんかできてるみたいですからね。てなことでございましてですね。サース事業はまあどうでもいいです。はい。これね、あらりの低下要因として建築費高騰を上げてると。で、これは売却時に高騰を吸収することは、吸収はできなかったのかと聞いてますね。で、やっぱりね、あれですね、建設会社ですね、建設会社も持ってるんですけど、まあ、その他にも使うんだと思いますけど、まあ、やっぱりキャパがね、やっぱり今大変ですよね。で、事業期間も、まあ、結局は長引くことになりますよね。いわゆる、建設、ね、2024問題があるわけですよ。で、トラック2024問題もありますけど、ね、物流か、ね。そういうことで、まあ大変ですよね。それでですね、どうしてるかっていうと、土地での売却をやってるらしいですね。土地売買については、仕入れ値の抑制を行うこと、価格転嫁できるような立地や地形にこだわって仕入れを行うことで、建築費高騰の環境下でも利益を確保していくと。もう柔軟ですよね。土地売買ね。土地を、まあ仕入れて、それを売るってやつですね。うん。いいと思います。右から左ですからね。で、まあ、要するに、あれですね、空き地買ってね、ほんで、まあ、さら地にしてですよ。ほいで、あれですね、売却するんですね。あれね、建物が建ってると、その分がね、差し引かれるんですよ。解体費用が400万とか500万とかね。それ損するでしょ。で、自分のところね、持ってる建設会社あるじゃないですか。あれをね、あれに壊させてね、そうするとも安上がりますからね。ほいで、もって、あれなんですよ、その土地をさら地にすると、非常に売りやすくなるっていうことね。そういうようなことですよね。まあ、そうですね。まあ、比較的大丈夫じゃないですかね。で、このリファイニングね。これが占める割合が大きくなってるって言ってるんですけど、あらりに占める割合ね。で、これリファイニングって、もう結構物件の引き合いあると思うんですよね。だけど、それはやっぱり空き地を活用した IoT レジデンスの方が圧倒的に利益率は高いんですよ。なんでかっていうと、まあ、中古物件を仕入れて、要はリファイニングって言いますけど、耐震とか、まあ、リニューアルね、してね。で、まあ、付加価値つけて、まあ、売るということなんで、要は、ここ書いてますけど、まあ、リファイニング物件の売却における売上あらり益は 10% から 15% なんですね。そうすると、ちょっとね、厳しいですよね。だけど、なんか、タスキモデルを確立して、IoT レジデンスと同等水準まで高めていくことを目指してますって言ってますね。なんか考えてんでしょうね。まあ、そういうことで、いずれにしてもですね、ちょっとこう、注目したのはですね、どれあったかな、どこに書いてたかな。
なんかね、本音がね、書いたさ、これですね、あのね、たすきと新日本建物が統合することで、時価総額が増大することが予想され、プライムへの市場変更時期も早まり、たすき新日本建物両社の株式価値は大きく向上すると考えております。言ってるでしょ？あのね、やっぱりプライム行きたいですよ。プライムに。ね。そういうことか、と。あ、ね。思いました。たまは、だから、いいんじゃないですかね。なんかこれ、まあ、PBR これだけ見るとね、2.64 倍なんですけど、まあ、こう、今掲げてるこのね、これいくと、これはですね、合体する前の数字ですもんね。合体した数字予想。これはまあ、たすきだけの、まあ、目標値なんですけどね。で、第一四半期はまあ、下振れてるんですよね。こういうふうにね。ちょっとね、まあ、あれですね。売上はえらい伸びてますけどね。だこれはリファイニングが伸びているからこんなになってるんですよね。で、アラリーがまあ、あれですね。やられてるんだろうな、というふうに思いますけどね。まあ、ちょっともうちょっとね、たすきは、まあ、統合までね、ちょっと見てみたいな、という気持ちがあります。それで、まあ、営業利益率がですね、まあ、10% 超えをずっと続けてたら、ここへ来て 8.9 に落ちてるんですよね。ちょっと気になりますけどね。まあ、今のところはまだ選定するような、そういう、段階にはないかなというふうに思います。まあ、統合でね、株数も増えますので、株数増えたらまたこう、ね、下がることがあると思うんですけど、まあ、その状況で、まあ、決算も状況も見ながら、あるいは中継の状況を見ながらですね、ちょっと対応をね、買い増しをするとか、あるいは選定してしまうとか、まあ、そういうことをいろいろ考えていきたいなというふうに思っております。それから三共製鋼さんね。まあ、これはまあ、特に何もないです。今のところね。で、そのご質問のですね、1、2、3月ね。これね、三共製鋼は関係ないです。基本的にライセンス商売ですからね。ダックスのタオルとかね、傘とかね、いろいろね、そういうの貸してるんですよね。それでまあ、上がる利益はね、大きいですよね。なので、まあ、これについてはですね、まあ、安定銘柄だということでね。それから、まあ、株主の方、すごい向いてきてますよね。何ですか？特損を出すかと思えば、ちゃんと株式だ、ですかね、売って、特利を出して、で、特損を消すというようなこと、これは前はしなかったですよ、三共製鋼はね。だから、ちょっと目覚めつつあるというのが、まあ、三共製鋼かなというふうに、ね、思いますね。いやもう、これはね、ちょっと私結構持ってるんですよ。で、まあ、この投資は三共製鋼だけに成功かな、みたいな。バカなこと言っておりますよね。単なる親父、ダジャレですね。単なる字面だけが合っている。しょうもないシャレでございますけどね。そういう感じをどういうふうに言うかっていうところが、その面白さだったりするわけでしょ？ね？三共、成功みたいな。ね？まあいいじゃないですかね。別に。上がってんですから。それでまあ、もうなんかこれもうあれですよ。何すかね。倍にね、倍を目指してですよね。ね。倍。もうちょっと頑張ってくれると倍になるっすよ。間違いなくね。こうね。なんせ 0.71 倍ですから、PBR。で、3.51 も2倍あるんですよ。ほらね。今買ってもいいですけど、なぜ私が買ったとか下の方でも、なもんですから。倍とか3倍とかにならないと、売りたくないんですよね。っていうようなことでね。とにかくね、要するに、安く掴んだところはですね、やっぱりとことん、まあ、利益を伸ばしていくというふうにね、もうね、簡単に2、30% ぐらいのところでね、利確をしていったらですね、いつまで経ってもですね、含み益っていうのはできません。で、含み益さえですね、もう持っとけばですよ、まあ、90% ぐらいの含み益持っとけばね、安眠できます。ね。だって、株価が半分に下がってもね、ね。大丈夫じゃないですか。まだ含み益残ってますから。ね。そうすると、自分のね、要はその、投じた株式市場に投じた資金ですね。これはまだ、マイナスになってないっていうことなんですよね。そこは大事なんですよ。そういうふうにね、考えるべしと、べしと思います。なんか知らんけど、日経平均もむちゃくちゃ上がっていって、なんか4万なんとか、4万2000になるとか、なんとか半が言うとるわ、みたいに言うてね。ほいでもって、そのなんか、順張りでですよ、もう東京エレクトロン買ってみたりね、アドバンテスト買ってみたりね、ソフトバンクグループ買ってみたりね、もうやってたらですね、そりゃね、安眠はできないっすよ。ね。もう欲の皮突っ張ってるわけですから。私も欲の皮は突っ張ってはいるんですよ。しかしながら、私分身目の欲はですね、農業の心。ね。時間をかけて、たわわに実るというね。そこがね、非常に重要かな。ね。だから、こういうね、ノリでいいんですよ。はい。三菱 HC、キャーね。キャー。
これも女子高生ですけどね。キャッってね。キャがね、女子中学生かな。まあいいんですけど。これいいですね。もうちょっと頑張ってくれたら倍になります。倍にね。三井住友フィナンシャルついに8000超えました。でですね。こいつはですね、実はですね、今日ですね。私の含み益に加わ、含み益じゃなかった。実現益に、加わったんですね。で、これチャート見てみますと、まあ、こんななってるんですけど、もうここ8040円、今日はトップでしょ？で、ここらでですね、私、持ち高の 10% ね、1割だけ、利確しました。1割だけね。だから味見ですね。味見。味見ね。でも、9割は残ってるんですよ。ね。まだ9000円もあるかもしれないじゃないですか。だから9000円に来たらまた1割ぐらいやるかもしれないです。ね。そういうふうな考え方ですね。だからもう掴んだら離さないですよ。とことん付き合ってると。そのうち分割するかもしれないでしょ。株数増えるっすよ。まあ、三井住友ぐらいになってくると、まあね、分割しなきゃというようなモチベも出てくる可能性はまあ十分あるかなと。でもこれね、9000円ほんとマジでね、まあ、9000円から1万円目指す展開に今なってきましたよね。いや、すごいと思いますね。特に、今日は、ニュースはないですよね。で、自己資本比率、開示が出てますね。総自己資本比率っていうやつですけど、これがですね、上がってますね。ですね、16.46 ね。すごいっす。どんどん上がってます。自己資本比率ね。これは、あれですね、リスクアセットに対する自己資本比率ですから、いわゆる、決算短信に出てくる自己資本比率ではないですよね。ですので、まあ、リスクに対する備えとしての資本がどれだけ厚いかという、まあ、それで立派なもんです。どんどん上がっていってます。だからね、いいと思いますね。こういうのを好まれますよ。だから、アメリカで、じゃ地銀で何かがあったからといってですね、まあ、これは、痛まないですね。ね、大丈夫です。はい、そういうことで、まあ、一安心ですね。16% 超えたんだ。すごいですね。249円も、まあ、今日上げてますからね。すごいですよね。それから三菱 UFJ、これも今日38円上げて。ちなみに三菱住友はですね、だいたい、まあ、3倍近いですね、これ。ね。買った金額の。結構もう2年ぐらい経ってますよ。2年、3年ぐらいね。で、三菱 UFJ も、まあそうですね。これも3倍超えてますね。3倍超えてます。はい。ということで、まあこれ結構ね、貢献してくれてます。こっちはね、味見してないです。こっちはね、もうちょっと前にね、NISA に入ってた分を、味見したんですよ。ね。ということでね。まあいいんじゃないですかね。それからですね。LTT ね。なんかニュース出てますね。今日183円20銭。まあ LTT はね、まあ気にしなくていいと僕は思うんですよ。ここしかないですから。ね。日本の宝でございますから。人様の銘柄が上がった話ですね。NTT、スマートコネクトね。こう 2% 現役で着地してもですよ。こうやってね、下げていかないんですよ。だからやっぱりね、この NTT に対するですね、これはもう、期待というのはすごいと思いますね。正直言って、日本のですね、日本国民はですね、揃って、NTT 株を持つべしと、べしべしって、いう感じですね。べしべし。べしべしっていうのは志村けんでしたね。志村けんね。ということでございますので、まあよろしいんじゃないかなと思いますね。うん。高島屋ね。はい。で、これね、これも今日の私の、ちょっと含み、だった実現益に寄与してるんですけど、ここはあれじゃないですか。私、優待目的で持ってるでしょ？こいつね。もうめちゃめちゃいい日中上がったんですよ。2200円ね。オーバーですから。それも私ね、もう、要するにね、まあ、年間、高島屋で、まあ、基本的にはもう地下食品売り場ですから。ね。そう。ですから、まあ、そうですね。30万あればね、枠が上等だなと、まあ、思ってましたんで、これね、100株だけ残して、あと売りました。なので、まあ、PBR 0.79 でもうちょっとっていうのもあるんですけど、うん、まあ、十分ね。あ、まあ、基本的には倍いってます。倍。ね。倍です。私の基準は倍なんですよ、倍。倍倍って言うんだよね。ララバイって。昨日もなんかララバイ言ってましたね。なんか出てくるんですよね、その歌がね。倍倍倍、私のあなたみたいなね。
まあいいんですけど、倍が好きですね。倍セルみたいなね。ジャパンディスプレイは募金ですね。それから JMEC 剣運とね、これもちょっとどうしようかなと、これ倍言ってんですよ、もうすでにね。倍超えてんですけど、まあ、もうちょっといいかなと、欲張ってるんですよね。こうやってね、どう思います？PBR1 倍なんですよ。達成して、利回りが低いんですよね。だからここね、配当できるんですよ。なのに、配当上げないんですよ。別にニュース出てないですもんね。レーティング日報が出てるか。レーティング日報が、1100円になってますね、ほら。野村です。野村の予想もね、野村のアナリストっていまいちなんですよね。大変申し訳ないですけど。ごめんね、風早さん。風早さんもいないのかな。まあいいけど。ということで、まあそのね、それぐらいは私もそうだなと思うんですよ。1000円ぐらいは言っておかしくないな。で、まあもうちょっと持っといていいかなと思いますね。そうすると、まあ3倍とか、なりますから。ノートね。これはもうぼーっと400円で買ったやつが、全然400円から下へはいかないというね。ただそれだけのことでございます。九州フィナンシャルグループね。これはちょっと今日、ちょっと下げてますけど。これもほぼ倍ですね。ほぼ倍です。でもこんなところでは絶対売らないです。だって熊本経済大活況ですから。ね。とにかくすごいんですよ。しかもその半導体で活況を呈してるわけですから、そこの地元銀行はね、売る選択肢なんか絶対ないですよ。PBR 0.58 倍でしょ？だもう、熊本の、ね、県下。それから福岡の南部の方、あの辺までこれ、行ってますからね。あ、筑後とかね。要するにあれですね、熊本との境ですね。筑後が挟んでね。で、まあ、そこから下が大体ここ熊本の方で、まあ、屋根とかね。まあ、それありますけど、それが福岡の一番もう南の方ですよね。ですけど、そこら辺まで僕はね、肥後銀行ね、行ってますから、だから全然大丈夫じゃないかなというふうに思います。それからね、ユニネックね、今日下がってますね。まあ、しょうがないですよね。下がることもそれはあれでしょうね。あ、なんか、面白いこと書いてますよ。通期の決算説明会資料ってこれ、ユニネック見ましたよね。そうですよね。それいいんですけど。なんか、北陸新幹線延伸で後期到来とか言っちゃって。福井銘柄。人気完全屋の福井銘柄って何なんですか、それ。そういうのあるのかな。あ、金沢、鶴ヶ開業まで残り1ヶ月。あ、そう。鶴ヶまで行くの。ああ。え、大阪まで行かないんですか大阪まではまだ行かないんですか鶴ヶね。紫式部ゆかりの地が福井なんですか。え、そうなの、それは知らなかったな。じゃ福井は恐竜だと思ってましたね。なるほどね。まあ、ね、いいんですけど、家電の台は、嘘それはないと思うな。台は家電ね。そうっすか。台はデパート地ですね。539円ね。え、子会社にホテル持ってる？え、そうなの？ちょっと待って。あ、ちょっと。これちょっと調べてみよう。でもこれ出来高ないっすよね。これはおそらくね。うわぁ、一応まあこんなもんでしょうね。でもね、金沢ではですよ。これはもう古い老舗の百貨店なんですよね、大和さん。まあ後で見てみよう。それから、紫式部はどうでもいいんですけどね。8番ラーメンね。お土産物の高千穂。ああ、長野ね。富山発祥でアルミ建材の三峡立山ね、ありますね。あ、それから、松屋 R&D。あ、光る君ね。今 NHK で大河ドラマね、そういえばやってますよね。紫式部じゃね、あまり見る気しないですよね。ね。なんすかね。いずれの御時にか、女房、ね、あまた、なんか、ひしめき合いたりとか、そういうやつですよね。ね。よくわかんないですけど。そういうのね、覚えましたね。古文のね、授業でね。なんか、生涯で一度だけ都を離れて暮らしたことがあって、その場所が現在の越前市ね。そうなんですか。藤原のため時。これが越前の神に演じられてる。で、越前といえばですよ。やっぱあれですよね。越前一向一揆。古いな。元気ドラッグストアっていうのもあるんですか。あ、福井のね、知ってますこれ、プラント。でかいっすよね、ここね。とにかく大きいことはいいことだっていうね。そういうポリシーの会社でございます。プラント1,2,3とかなんかあったような気がします。そうね。ジャパンアイウェアもそうね。サバイですよね。福井ですよね。そうか。それは買ってますね、私もね。
R&D は血圧計ですね。ね。というようなことで、まあ、なんかいろいろあると。そうですか。で、その中にユニフォームネクストもいますよということですよね。あの、福井県って、何がいいかっていうとですね、あそこはあれですよね。ちょうど日本の真ん中になるんですよ。ただ、あの、福井からここ下ってですね、あの、鏡原とかあの辺ですね。要は、あれがね、日本の真ん中なんですよね。ただ、あの、物流基地がですね、そこ置かれる場合が多いわけですよね。だけど、真ん中っていうのは、いずれにしても有利なんですよね。そういうところありますね。端端だと大変でしょ？で、東京は土地が高いしね。そういうことで、まあそうですね。まあ、あの、高速道路が通ってるかどうかっていうのもすごい大事なんですよね。まあ、どうでもいい話ですね。すいません。ね。あと、どれだっけ？NTT は行きましたよね。終わりましたよね。で、あ、通りね。通りはね、もうずっと持ってます。なので、通りもはもう、最高ですよ。これ、利回り 3.89 もあるんでね。あ、もう、全然いいです。これ、0.54 倍ですから、これ、今でも割安です。ここはですね、株価が上がる、要するになんか、カタリストがですね、ないんですよ。ね。ですけど、まあ、ご情報修正してますしね、配当も増額してて、一生懸命頑張ってるんですよ。だけど、もうちょっと、大胆にね。大胆に、このね、配当やったらいいですね。まあ、15円じゃ足らないですよね。びっくりしないですよ。これ利益見てください。二桁の利益予想ですよ。立派な会社ですよ、ほんと。ね。2倍とか言ってますからね。すごいですよね。でもまあ、通りさんの場合は、あれです。わかんないですよ。まあ今度通期決算なんですけど、通期決算になってですね、それでもって、まあですね、次の期の予想をね、なんか、建設業界のなんか2024問題があるので、慎重に考えたいとか言って、なんかマイナス予想を出してくる可能性も、なきにしもあらずなんですよね。実際こういうことやってますから、ほら。947億。935億かけてよくね、947億で着地して、890億にすると。こういうことがあるんですよね。なのでは何とも言えないですよね。あんまり行き過ぎたらね。まあ、それも一歩一回、二回情報修正してますよね。まあいいんですけど。まあこれはね、全然心配だから安心して持っておけるからですね。セブン銀行ね。これもね、何の心配もいらないですよね。これ NISA にもちょっと入ってます。貯金としてね。NISA 口座はですね、まあ NTT で埋めてるという意味はですね、貯金なんですよね。なので、私、預金口座からお金を入れて、それで NISA 口座の240万を埋めたんですよね。ね。だからこれはちょっと別枠で考えてるわけですね。はい。預金よりいいでしょ？セブン銀行はなくならないです。ね。セブンイレブンは不滅でございます。ね。今のところね。ということで、利回りがすごいいいでしょう。だから、ここはもうね、手放す理由がないですよね。まあ、いいんじゃないですかね。まあ、カードサービスと提携し、まあ、ね、をまあ吸収してですね、7個と、まあ、セブンカードを得たんですけど、セブンカードはまあ大したことはないんですけど、まあ、7個をどう活用していくかというところがね、なんかちょっとね、釧路高専出身社長のね、腕の見せ所っていうことでね、私、持っておりますね。北洋銀行ね、はい、これもね、結構、まあ、下で買いましたので、ね、向かってます。これ、だけど本当あれですよね。環境ですよね。0.31 倍ですからね。20% 減益とかで着地してるんですよ。それでも大して下がらないんですよ。だからね、面白いですよね。池田選手もそうですけどね。まあいいんですけど。まあ利回りもうちょっとね、上がった方がいいですけどね。これ以上下がりようがないっすよ。ね。で、ここはもうラピダスがありますから、それが動き始めたらね、活況を呈してきてね、北海道の、まあ、特に札幌から千歳ね。まあ、もう活況を呈してきますから、そうなってくるとですね、熊本県経済のね、柳の下の2匹目の土壌が狙えるかなと。はい。それからこのエイベックスね、これ偉い損してます。ね、割と持ってますからね。こんな株価で。なのでまあ、損してますけどね。まあ、これはもうとにかく。XG ですね。これに、私はもう期待しとるとですよ。ね。もう信じるとですよ。ね。で、信じてるものは救われるとですよ。利回りは 3.87 あるし、お金払えるいっぱいキャッシュを持ってるんですよ。だってキャッシュだけでいくら持ってるかっちゅうと、481億でしょ。すごいっすよ。現金比率 44%。で、なおかつですね、剰余金が452億もあってですね、もう資産の中にもいろいろ売れるものがいっぱいあるんですよね。ちょうど今、一株中資産あたりになってきてるんじゃないですかね。そうですよね。一倍ね。うん。で、いいと思いますよ。こっから下はないように思います。
まあ、私はこれはもう、とにかく、持つんです。ラインアブね。これもね、ちょっと、あれですよね。新株予約権の件がね、あったんですけど、あれ、なんかもう、失効しちゃって、買い取っちゃったんですよね。だから、新株予約権の730円っていうのは、さすがにもう諦めてですよね。会社もね、なんですよね。なので、ちょっと何とも言えないんですけどね。まあ、ちょうどこう今、200日線にタッチって感じになってきてますよね。でもまあ、いいんじゃないですかね。持ってるのが300円ですからね。台なんで、いいかなと思います。それから、エリワークスね。これもまあ、ちょっとね、まあ、注目はあんまり集まってないですけど、利回りがね、3.83 あるっていうところにやっぱり注目すべきですよね。これはいいと思いますけどね。決算説明会資料が上がってますね。これはしか見てないな。これはちょっと、そうですね。説明会資料は、まあ、ちょっと今日は見る時間がないんで、あれなんで、ちょっとまた別撮りで動画をね、エリワークスについては、まあ、見て撮ってみたいなと思いますね。それから、ウェノンね。あ、ウェノンはね、損してます。結構、もう結構持ってるんで。まあ、結構ちっても金額的には大丈夫ないですけど。こんな株価ですからね。高くても400円ぐらいですからね。ないんですけど、まあ、結構持ってますよ。とね。まあ、ちょっとこう、200日線抜けちゃいましたね。こう、上がる機運っていうのがあんまりないっすよね。これは海外勢は買わないでしょうからね。でもこれは、これ予想がね、マイナス予想を出してきたんですよね。だからね、困ったちゃんなんですよね。まあ、いいです。だってこれ、あれですよ。営業利益はね、直近 6.5 倍もいってんですよ。だから、まず、売り上げマイナスってことは、粗利も大改善してるんですよね。で、コストも減ってんですよ。間違いないですよ。でね、4% とか 5% の営業利益が出るようになってるんですよ、今。なんで明らかに変化があるでしょ?っていうふうに私は思ってるんですよね。ということで、そのカタリストを読めるかどうかっていうのはね、すごい重要なんですよね。だからこれちょっともうちょっと買い増してもいいかなっていうふうに、ちょっとね、思ってます。はい。まあね。こういうのもやっぱ大阪のおばちゃん出てくるんでね。あんたな、見て。ね。いやー、飲むな、あんたみたいなね。誰に似たん言って。もうな、ようわからんわ。あんたのな、まあ、元はな、もう死んでもうたけどな。まあまあ飲んでなかったで。な。まあ、うちはな、少しな、飲むけどな。もうあんたのではないで。なんか、じいさんかなみたいな。かもしれんなみたいな。で、そもなもんで、みんなおしっこ出してな。お金を。でもな、土地もな、持ってたんけど。それも食い潰してもうて。ちか、飲み潰してもうてな。土地を飲み潰すのは難しいで。なかなか土地は飲めへんで。みたいな。そういう感じでね。持ってるんです。もうほとんど冗談みたいな感じで。いいじゃないですかね。芽吹きさんね、今日結構上がってますよね、15.8。ね、芽吹きは感じたな、みたいな。そんな感じですかね。自己消費率。まあ、いいに決まってるんですよね。あ、そうなんですよね。10、12月が 87% 増益なんだけども、しかしながら、第3四半期累計は 2.1% 増だったってことですね。というようなことでございますね。だからまあ、調子いいっすよね。いいと思います。まあ、5年平均には及ぶとか及ばないとか、そういう話はもういいです。金のこの、これすごいですね。これはあくまでなんか、外債かなんかの損失があるんですよね。前期にね。そういうことですけど。池田選手ね。これもね、調子いいっすね。まあ、地銀株は大体いいですよね。山木さんも、大体これも損もしないし、得もしないし、なんかずっとここいますよね。ね。面白いですね。高宮さんね。これなんか上げてきましたよね。いいですよね。IQ 足場ね。建設需要がね。まあやっぱりこうどうかなみたいなんてあるんですけど、しかしなんかビニールハウスも、ビニールハウスもね、作るみたいな。しかもなんか IT 化したやつね。監視カメラとかついてね。なんかそういうようなことらしいので、まあいいんじゃないですかね。高宮さん面白いと思いますね。それからティアね。これはね、今日挙げてますけど、こいつはもう全選定しました。でですね、結局プラスでしたね。ティアもプラスです。若干ですよ。本当に。まあ、涙涙でね、ララバイしたんですけどね。と、ジャパン IA ホールディングスね。これも儲かってますね。はい。いいと思います。それから、シェアリングテクノロジーね。これも今日挙げてますけど、これも儲かってますね。これは、結構 PBR 高いんですけど、
ですね、これ見ていただくと、これ利益、営業利益率なんですけど、ここのところ行くともう 20% 台に入ってるんですよ、営業利益率が。だからこれ完全にですね、良いシナリオが描けつつあるわけです。だからね、ぼーっとしてて、こんな風な変化っていうのは起きないんですよね。これ絶対に大きな、こう、カタリストがね、あると。変化があるからこそ、こういう風に営業利益率が上がってるんですよ。でそういう風に、まあ、見るべきだな、というふうに思いますね。なので、ここはね、シェアリングテクノロジーは、まあ、PBR 4.87 倍ですけど、まあ、こう今出てる、この 29% 増の予想、これをベースに考えて、こう、ビューっと引いていくとね、あ、ビジネス伸びるな、みたいなね。あらりがね、すごいですから。ね。ほぼほぼ、売上イコールあらりですから。ね。ということでね。良いと思いますね。それから、ウェルスナビね。これ今日ストップだか。何なんですかね。すごいなと思って。やっぱあれですよね。新ニーサの、おまかせニーサ、おまかせ新ニーサね。の、ロボアドバイザーサービス。あれですよね。これがもう、資金流入がすごいじゃないですかね。でしかもですよ。これをやっぱり補強したのは、そのね、どなたかも書いてらっしゃいましたけど、三菱 UFJ 銀行との資本業務提携ですね。こいつがやっぱ効いてますよね。これね。三菱が欲しいんですよ、ここをね。それで、柴山さんがね、この創業者ですよ。保有割合減少させてますね。22.33 から 21.36 ですね。なんか、家でも買うんですかね。高級マンション買うとか、よくわかんないですけど。まあでも、この人いないとね、ここ無理ですよ。ね。なので、さすがですね、でもね。まあ少し味見しようということですね。だってこれ創業者利益ですから、ですね、創業者利益ですね。これはですね、20.315% の税率みたいですね。昔これ、創業者利益には課税されなかったですけどね。でも、なんか課税されるようになったんですね。これは、20億円まで株式売却益の課税が免除されるスタートアップ支援策っていうのがなんかあるみたいですね。創業者が保有株式の譲渡益を元手に起業した場合、個人投資家スタートアップに再投資した場合に、株式譲渡益に課税されない制度が創設されると。その上限は20億と。あ、そう。成長と分配の好循環ね。キッシーですよね。スタートアップでね。スタートアップ再投資で譲渡益20億円まで非課税になると。でもこれ再投資ですよね。そういうのもあるんですか？ちょっとよくわかんないですけど、こういうのを利用してるのかもしれないですね。これね。もったいないですもんね。無税になるわけですからね。まあ、ウェルスナビもスタートアップといえばスタートアップですからね。ちょっとよくわかりませんけど、そういうこともあるかもしれないな、みたいな。そういうことですね。はい。ということで、まあ今日ストップ高でね。まあ人気化してるんですね。すごいですよね。これめっちゃ儲かってますよ、私。ちょこっとしか買ってないですよ。本当に。だけど、すごいですよ、利益は。だってこんなんですからね。本当に。でもこの辺で買ってるわけでしょ。それは儲かりますよね。本当に。どこまで行きますかね。多分これ、あれですよ。本当、前も申し上げましたけど、もう、資産規模が、もう運用資産規模が2兆円になってるとか3兆円になってるとか、そういうニュースが出たらですね、もうこれもう5000円ぐらいすぐ飛びますね。ね。だからまあお宝でも、そのままお宝ですよね。安易に手放すっていうのはね、もう、まあ下手な投資だと思いますね。とにかくね、手放すじゃね、やっぱ損とかね、シナリオが崩れるっていうのはね、損だと思わないということですよね。もう、うまくいってるやつはね、絶対手放しちゃいけないですよね。それから、鳥越コナーですね。鳥越くん。鳥越くんしっかりしてよ。なんか出してよ。本当にもうね。次、株主総会ですよね、これね。で、私ね、ちょっと皆さんにご報告ですけど、考えてみれば、ここ、12月決算ですよね。なので、鳥越くんにはですね、総会にね、私行けないですよね。まだ株主メンバーに乗ってないですよ。買ったのこの間ですからね。そしたらまあ上がっとるわけですよね。なので行けないんですけどね。面白いでしょ。ということでね。なんですよね。で、最後に、このイントラストね。はい。これ今日上げてますね。昨日の私の動画で上げるってことは、ないですね、そういうことは。でもなんかこう上げてますよね。まあ、これに反応してるんじゃないですかね。もう利益率高いですからね。
普通上げないとおかしいですよ。これ成長銘柄ですよ。31% 増、29% 増みたいな風になるんでしょ？予定では。そうすると PBR3 倍でもね、なんかね、評価不足っていうことになりますよね。なんで、まあ、しかもね、お金がね、すごいんですよ。本当第三者銀行ね。で、まあ、これから1、3月期ね、引っ越しシーズン。ね。家賃補助絶対ね。ここのにも、ここもね、もう繁忙期になるわけですよ、これから。すごいと思いますね。しかし、まあ、これも本当、営業利益率が恐ろしいですね。どっかの会社のあられみたいな、あれですね、パーセンテージが。25% とか 26% とかね。こういう会社いっぱいありますよ。あの、昔の島村さんなんかそうだったし。26% が粗利で、で、18% が経費みたいな。ね。それで、差額を言ったら、まあ、ね、8% ぐらい営業利益が出るみたいな。あの、とことん、あの、ローコストでね、経営して、それでまあ、薄利で、まあ、そのね、8% 利益を出すというような感じ。でも 8% なんですよ。だからここは、すごいですよ。営業利益は26とか。よし、まあ、ダメでも22ぐらいいくわけですからね。もう立派なもんだというふうに思いますよね。というようなことでですね。まあ、今のところ、あれですね、順調に今年はね、今年も行ってますね。去年もですね、まあ最終的には、17、18% でしたっけ？結構な実現益を、まあ、得てるんですね。それで、まあ、今回ですね、あれですね、含み益が 97.8 になってますけど、で、それってですね、実はその新規の、やっぱりその投資、例えばこの鳥越くんにしたって投資したばっかりですから、まあ、マイナスではないですよ、プラスですけど、まあ、やっぱこう、含み益にとっては、まあ、マイナスに働きますよね。ウェルス並みにしてもそうです。上がったと言っても、含み益自体、率自体に対してはね、そこまでいってないですよね。だから 90% とかいってるわけじゃないんでね。だからシェアリングテクノロジーとか、こういう新しいの買ってるでしょ？ティアとか。ティアはまあ、ね、選定しましたけど、ジャパンアイアホールディングスとか、高宮さん。まあ、山木さんはまあ大したもんじゃないですけど、あってもなくてもいいようなもんですけど。あと、AD ワークスグループなんかもこれ買い増しをしましたし、から、オエノンはマイナスですし、FX もマイナスですし、まあ、そんな感じですかね。それでまあ、こう、まあ、もちろん利益が出てる銘柄の方が圧倒的に多くないと、あれですよ。ありえないですよ、そういうこと。97.8 ね。しかしながら、上手にですね、もうその、うまいことをこう、言ってますね。ですから、こう、新しい銘柄を買わなかったらですね、おそらく、あれですよね、まあ、100%をもう軽く超える、120% とか130% とか140% とか、そういう利益になってると。でも、新しい銘柄はやっぱ買っていかないと、種付けしていかないとですね、やっぱ、ダメなんですよね。だから、産業成功なんか最初買った時に、もう会社は悪いしな、大丈夫かな、って思ってたわけですよ。しかし、結果としては、ね、まあ、もう倍になるような勢いになってるわけですよね。そういう種付けがやっぱ重要ですよね。だからノートもそうですね。九州フィナンシャルグループもそうなんですよ。まあみんなそうですね。だからまあ、いきなりね、投資したから倍になるというね、そういう、うまい話はね、絶対ないですから、眉唾ですからね。絶対信用しません、私はね。ということで。だけどまあ、直近で、まあ、驚き枠のウェルスナビですね。これはもう驚きましたね。まあ、松本さんのね、一言の書き込みから始まったんですけど、しかしながら、それに、素早く反応して買った私も、ね、結構、評価されていいかもしれないなと、自分で自分を褒めたいみたいな。でも、松本さんが教えてくれなければ、まず絶対に投資はしてないと。はい、いうことなんですよね。だから面白いですね。しかし、まあ、とにかくやってみるというのが大事なんですよ。可能性がありそうなっていうのはね。ということで、本日もですね、ぐだぐだとですね、なんか歌も歌いましたかね。どんな歌聞きたいですか？ね。なんだったら歌いますけど、好きですから。ね。ね。いや、本当に。サントアンマミー古いな。古いっすよね。憧れのハワイコードですよ、昨日だったらね。あれたそらーってやつね。そうよくかぜ、ちゃうか。ああ、憧れのハワイコードじゃないですかね。よくわかんないですけど。なんかね、私はそのリアルタイムで別に知ってるわけじゃないんですよね。だから、あれですね。前ちょっと不思議がられてた、なんですかね。
1週間のご無沙汰でした、玉置博士です。あれもですね、あれはリアルタイムです、私のね、子供の頃ね。ロッテ歌のなんとかってあったんですよ。ね、知ってる人は私と同世代です。で、大体もうおそらくね、40代は知らないと思いますね。ということで、もうベスト10しか知らないですよ。歌の番組といえばね。玉置博士です。これはもうね、大体美空ひばりとか出てくるわけですね。美空ひばりね。ということでね、山本リンダとかね。そういう時代ですね。でも、それはそれで昭和は良かったですよね。今なんか昭和が流行ってるらしいですもんね。ね。昭和いいですよ、やっぱ。もう今の世の中はね、窮屈いんです。今ね、上場会社のね、トップなんか絶対やりたくないです。冗談じゃないです。ちょっとなんか一言言ったらセクハラとかね、ちょっとなんか言ったらパワハラとかね、言われてそんなもんね、キャラ出せないじゃないですか。ね。YouTube で、こういういろいろ言っても私は言ってますけど、ね、それはパワハラじゃないかとか言う人はいないですよね。しかしながら、上場会社のトップなんかやった日にはね、大変ですよ、ほんと。ね、ちょっとした一言が命取りなの。だって、あれですよね、エネオスなんて。あれでしょ？あれ、2回、2年続けてですか？あれ、セクハラで。セクハラですよね、確か。セクハラで、なんか、社長ですかね、CEO ですかね、辞任してますよね。ほんとにもうね。油の会社じゃないですか、原油の会社なんでね。やっぱりね、油っこいんですよ。ね。トップもね、油ぎっしょなんですよね。だからね、ついついね、なんかね、女性にね、なんかちょっとよからぬね、ことを言ったりね、ちょっとしたりね。ちょっとだと思いますけど、そういうことがあるんですよ。たださえね、おじさんはですね、やっぱりね、おじさんの存在だけでね、女子高生にキモいって言われるんですよ、キモいって。だからですね、とりあえずまずね、清潔にしないといけないんですよ、清潔に。で、ファッションに気を配らないといけないんですよ、ファッションにね。だから私はもう常に清潔に、常にね、してますけどね。ということでね、皆さんもね、キモいって女子高生に言われないように。ね。別に私女子高生と付き合ってるわけではないですからね。言っときますけどね。誤解されると思うんですけど。ね。でも女子高生と話すことはほぼないですね。ね。ということで、終わりたいなと。くだらない話してないでね。はい、終われよって感じでね。ということで、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、本日はですね、ここまででございます。今のところ順調です。ね。大変よろしいと思います。つまみ食いね。味見、美味しかったです、味見。SNBC 味見。ね。今日何食べようかな。ほんと考えちゃいますね。はい。今日ちゃんぽんしようかな。ちゃんぽん。冷凍ちゃんぽんで、ね。あれにね、エビとね、ホタテの冷凍買ってますから。ね。コーラ組から。あれも福井ですよ、福井。なんか、最近福井にこうなんか、縁がありますよね。福井のね、銘柄買ってみたりね。ということで、悲しみ本線日本海って感じですよね。ということで終わりたいな、というふうに思いますけれども。ね、適当な、もう自分の日記ですから、ね。好き勝手なことを喋って、もうね、面白いという人が聞けばいいんじゃないか、みたいな。そういうね、感じです。別に媚びを売ろうと全く思っておりません。ということでですね。お気に召した方、波長があった方、のみですね。チャンネル登録をしていただければいいのではないかと。それからですね、高評価ボタンはね、忘れずにね。お願いします。ね。出かけるときは忘れずにって感じね。それアメックスですかね。ということでですね。あとメガリクエストね、やんなきゃ、と思います。はい。ということでね、長時間ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ちなみにですね、土曜日、明日はね、お休みでございます。で、日曜日ね、気が向いたらですね、メガリテストね、やりたいなと思います。あれは苦行ですけどね。ね。でもあれをやらないと新しいものを探せないんですよ。イントラスなんかそれで探しましたからね。というようなことでございます。長時間のご視聴、誠にありがとうございました。ではでは。